任せとけ。よっしゃ。あれは おう、こら！魂の首がこんなところに何の用だ。ミキヤ、ミキヨ、お前はこの施設が好きか。俺はな、こういう大人に守られたガキを見ると無性に腹が立ってくるんだ。孤児だからって大人に守られて生きるお前らを見るとな、壊してやりたくなるんだよ。まあ自分が行ってる偽善に気づかない桐生さんが悪い。お前たちはある意味あの人の被害者なのかもしれないな。やれ。ダメ。どけ。ダメ。壊さないで。イズミ。やめろ。なんなんだこいつ。こいつは壊させねえ。ミキオ、何手止めてんだ。そいつごとぶっ潰せ。はい。ミキオ、もういい、逃げろ。手はこっちだ。玉城、てっきり死んだと思っていたが、なかなかしぶといじゃねえか。玉城、俺の命が欲しいならくれてる。だがあいつらは関係ねえ。子供の命とこの場所だけは見逃してくれ。頼む。こんなんじゃ足りないね。ほら、まだ一年前の傷が痛むんだよ、ジジイ。おやじ。てめえとは後でゆっくり話させてもらうよ。ここをぶっ潰した後にな。なんだと。おら、やれ。やめろ。
とにかく大変なんだ。おじさん、すぐに朝顔に来てよ。わかった。おじさん、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 怖かったよ。ちょっといいか。兄貴、ミキョは生きよう。生きよう。おしき、すみません。朝顔が。いいんだ、いいんだ、そんなことは気にするな。おしき。なんだ。親父を頼みます。分かってる。中原は絶対に俺が連れ戻す。よか。ミキオ。おい、ミキオ。もしもし、本当ですか？はい、そうですか、わかりました。よろしくお願いします。それじゃ。
ミキオ、一命は取り留めたようです。そうか。はあ、よかった。それじゃ俺はそろそろ行く。親父のところですか。ああ、確か琉球街の外れの闘牛場だったな。はい、1年前から玉城組がアジト代わりに使ってる場所です。分かった。兄貴、俺もお供します。ダメだ。え？お前も足を撃たれてるんだ、すぐに病院に行け。兄貴、でも俺。ダメだと言っているだろう。今ついてきても犬死にするだけだ。兄貴、カムロ町の時とはわけが違う。今回は連れてはいけない。でも俺は竜道一家の若頭です。子分やられて親拉致られて、おとなしくしてるわけにはいかないんだ。俺だって一人前の男になりたいんだ。気持ちはわかる。だが今じゃないはずだ。え？死ぬと分かってて戦うのが一人前の男ってわけじゃない。男なら命を張る場面はきっと来る。お前にその時が来たら思い切りやればいい。今は俺を信じろ。